はい、皆さん、毎度毎度。はい、ボブカットね。何分くらいでみんな切るんだろうね。だうちもこのタイムだけど、これ以上早くやったらもう雑って言われるんだろう。もう雑なのに。<laughs> カットはさ、タイムトライアルじゃないかんね。勝負でもないしね、レースでもないしね。ましてね、魚砂漠みたいに切っちゃね、人間としてね。 つってもね、1000円カットはそういうんでいいんだろう。魚ら捌くみたいにバサバサバサっとやっちまって。はい、ちょうどね、今ね、右の肩上一番切りにくいってことだね。右手が邪魔でね。で、長さ的にまだこのぐらいだからいいけどね、これがまあちょっと胸下まで行くとね、本当に切りづらいね。そんでね、このサイドの切り方、ちょっと朝ね、ずっと考えてたね、コームを何か改造しようかと思って。で、考えてたけど、これさ、お客さんがさ、横向けば全て解決する気がしてきたね。 お客様を横向かせて髪の毛を、ストランドを体と平行にすれば、切りやすいよな。サム先生はそのことを言ってたのかな仮にそうだとしたら言葉が足らんね。<laughs> やっぱ男だかんね。<laughs> 分かってるだろうと思ってることは意外と分かってないんだよね。これは今度ね、ちょっと実験するに値するね。お客様を横向かせて切る。いや、これ解決しそうな気がしてきたね。まあ、なんでそんな悩むんだよっていうか、もう本当にね、 できる限り精密に切ろうと思ったらね、本当に肩は邪魔。でも肩が邪魔で当たったのを折り込んで切るのが本当かもしんないけど、言ってもさ、肩だけじゃないんだよね。切る時のこの手首が邪魔なんだよ。右側はコームを持ってる左手が邪魔。左側は、まあ、シェーピングするとき、コームで溶かすときだよね。右手がちょっと邪魔になる程度だけどね。なんか思い出すと昔こういう切り方っての見たような感じがあるよね。 忘れてんだよね。思い出さないんだよね。まあ、カットね。お客様を正面向かせて切る。当たり前のようだけど、この当たり前が間違えてるっていうかね。だけど、前半分のカットだったら首をねじっても襟足の皮が伸びることによるこの三つ襟種類の違いとかね。あの、変わるからね。そんなのは影響ないからね。これはちょっとね、実験してみたいね。すぐに実験したいね。でも今日火曜日で店休みだからね。誰もいねえよ。はははは。 まあこういうのはね、新しい技術を編み出したんじゃなくてね、ただ単に忘れてただけだよね。<laughs> 動画の方はね、下向いてもらってね、襟足が出てくるじゃない、下の毛。それをね、切って終わり。もう後ろはもう演出なし。まっすぐ系でね、ストレートがかかってるから、まあ、内巻きになるとまたほら中の毛っていうのは余計に出てくるけどね、グラデーションっぽくね。内巻きにもならないからね、もうこれでもう切って終わり。 タオル巻いた時とかね、シャンプーした時にね、そのタオルの中にさ、数本毛が入ってる場合があるんですよ、襟足のね。それだけ注意しないとね。だそういう意味でね、やっぱり薄く下の方ブロッキングしてね、その変な巻き込んでる毛をね。 切って調整しておいた方が無難だよね昔いたんだよ池袋のさサンシャインのさ長いエレベーターのさ地下から上に上がるとこでさ上正面の姉ちゃんショートに切ってきたのかさ1本か2本出てんのよ長いのが20センチぐらいのか10センチぐらいかな切り残しが、まあん時はね若かったから注意できねえけどねで今となっちゃこれおっさんになるとまたセクハラみたいで声もかけらんないしね まあ、いずれ気がついてね、着るだろうね。<laughs> はい、お疲れ様でした。